秋野さん、一緒に上から滑ってみない？やればできるようになるかもしれない。さて、どこから滑ろうかにゃ。あの二人ってまさか。めっちゃ高いよ秋野さん。上から見たらすごい広いな、このスキー場。先生は無理に滑らなくてもいいって言ってるのにさ。俺は北海道でいろんなことにチャレンジしようって決めてるから。実は昼休み入る前も先生にコツ聞いたんだよね。私とは大違いだ。そんな風に思わせてくれたのは冬木さんなんだけど、いろんなものを食べさせてくれたり、いろんなところに連れて行ってくれたりしてさ。四季は冬木のことが好きなんだね。え？いやいや、そんな必死に否定したらガチに聞こえるよ。みんなから慕われてるし、私なんかにも声かけてくれるしさ、なんか裏があるんじゃないかとか疑っちゃって。秋野さんにお願いがあるんだ。もし俺が一回も転ばずに下まで滑りきれたら、冬木さんにちゃんと返事をしてあげてほしい。本当に秋野さんと仲良くなりたいと思ってるんだ。人のためによくそんなに体張れるね。俺も秋野さんともっと仲良くなりたいから。私を置いていっちゃダメだから一緒に行こう。先生に聞いたゆっくり滑るコツは？私できてる。止まった。やった、滑れた。俺どうやって止まんの？まずい、止まり方教えるの忘れてた。足を揃えてどっちかのお尻から転べばそこまで痛くないし安全に止まれるよ。お手本見せるから真似してみて。うん、平気。本当に全然痛くなかった。二人とも大丈夫？大丈夫だよ。無断で何勝手に滑ってんだ。先生、すみませんでした。なまら謝ってるし。さっきはありがとう。今までそっけなくしてごめん冬木。うん、どうした？ゆりちゃんと仲良くなれたし、スキーも楽しかったからサイアンドコーなんだけど、仲良くなりすぎなんだよね。二人とももっとうちのこと彼女なのに。